はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はおしゃれで便利なアイテムを3つ紹介します。それでは早速スタート。はい、1つ目に紹介するのがこちらです。めちゃくちゃすごくないですか？というか何かわかりますか？これワンちゃんとか猫ちゃんのね、ドライヤーができるっていう機械なんです。こんな感じでね、お風呂後にドライヤーすることができます。小窓がついてます。この窓はね、外すこともできます。なのでペットハウスとして使うときはこの窓は外すみたいです。パネルで操作することができます。こんな感じで温度だったりとか風の強さとか、そういう細かい設定ができるようになっています。あとライトもね、つけたり消したりできます。音もね、聞いての通りすごい静かです。ちょっとずつね、切ってるっていう感じなんで、今ボサボサなんですけど、またお風呂入れる時にちょこちょこ切ってあげます。はい、今終わったんですけど、ここの下がね、外せるようになってますね。外せます。この下部分はね、拭いたりできるし、これ水抜き穴かな、水も抜けるようになってますね。使ったからね、すごい毛が抜けちゃってるんですけど、これがね、部屋とかでね、こんだけ毛が抜けたりとか水びしゃになってしまうと大変なので、この中だけで済んだから、あと拭くだけなんでめちゃくちゃ楽ですね。こういったケースにね、吸水タオルみたいなの入っていました。ふわふわのね、可愛いマットもついてます。滑り止めついてるし、このマットはね、チャックついてるんでカバー洗うこともできます。低反発みたいな感じ、すごいいい感じですよ。こうぴったりフィットします。ドライヤーとして使わないときはこんな感じで開けといて、寝床っていうか丸のね、寝るスペースにもなっています。はい、続いては新しくお迎えしたデスクを組み立てながら紹介していきます。部品はこれだけ？部品なんかこんな感じで部品あります。あー、これがあれですね、上げ下げできるみたいなやつだよね。ちょっとつけてみます。新しい机を作ってる。作ってますね。でもね、足はめるだけでそんなにやることないよね。回してはめるだけでいいね。これもこれか。あの引き出しのさ、レールとかつけるのってほんとめんどくさいからさ、今メインの部屋に置いてるあれも全部組み立てるから、4時間ぐらいかかった。3時間ぐらい。これは何をつけてるの？機械か。今使ってるIKEAのとデザイン似てるね。似てるけど、こっちの方がいいね。うん、設計バッチリやん。ね、すごい。ボタンがここにね。ん？ここにボタンが来る。ね、しっかりしてるね。おお。電源入れますよ。うん。同じ感じでボタンがありますね。じゃあちょっと引きで取ります。おお。機械的な音がするな。ハイテクすぎ。あ、これで会議みたいな感じでも使えるんだ。どんだけ高くなるの？どんだけ高くなっちゃう？え、やばくない？ライトぶつからない？まだ上がる？まだ上がると思う。え、あ、その辺ですね。こういう感じで喋ったりできるんだ。あ、そう。すごいね。じゃあ今度下げてみよっか。おお。下がるのは多分さっきのとこだろうね。一番下だね。一番下行かないよね。子供の成長に合わせれるしね。うん、子供サイズに合わせれるね。セットできる。あ、そういうことか。この高さっていうセットができそうだね。あとデスクが広いですね。かなり。今 USB ポートがあります。コードがこんな感じになってるんですけど、綺麗にね、留めとけれる付属品も付いてました。それで止めて上に固定することができます。特にね、物は置いてないです。で、この奥もね、かなり奥行きがあるので、
この縦型のファイルボックスとかを置いて書類をずらっと並べることもできそうです。引き出しやすいですし、たっぷりね入れることができます。まだ特に何も入れてないんですけど、夫のね仕事関係のものとか入れようかなと思います。バルミューダのザ・レンジに変えました。これね、なんか何かで出した時にレビューしてほしいっていうのコメントで来てたんで、ちょっとだけ紹介します。デザインがめちゃくちゃおしゃれで気に入っています。正直ね、私説明書とかもまだ読んでなくて、娘がねバレンタインの時とかになんかオーブン使いたいって言ってこれ買ったんですけど、全然まだね慣れてないっていう。ここでね選べるようになってます。ここはオートでマニュアルで、飲み物、冷凍ご飯で、解凍というふうに選べるようになっています。オートはそのまんまですね。で、こっち、これがオートですね。で、仕上がり温度調整機能っていうのもあります。で、手動温めモードが、ここが手動で、ここでワット数を選べるようになってます。こんな感じで100から500、600、800ワットまで選べます。前のレンジね800ワットなくて、確か500と600だったんで、800があるのはめちゃくちゃびっくりしましたね。今度は時間を選べます。800ワットは最大加熱時間3分になっています。スタートで、飲み物モード、熱燗コーヒーミルクっていう風に選べます。で、何杯かっていうのも3杯まで選ぶことができます。で、仕上がり温度調整機能っていうのもあります。初期設定ではオフなんで、私は今オフに多分なってますね。冷凍ご飯モードです。これも何杯か選べます。2杯まで選ぶことができます。最後が解凍モードですね。これも半解凍か解凍か選ぶことができます。で、何グラムっていうのも選ぶことができます。で、最後がオーブンですね。オーブン、オーブンか発酵かっていうのが選べたり、予熱する、予熱しないっていうのも選べます。で、何度っていう風のが選べて、250度で時間が選べます。まだね、私はオーブン使ったことないです。一応なんかね、説明書にはこんな感じで目安の時間とかグラム数とかも書いてますという感じで、そんなに説明するまでもないんですけど、娘がねあのオーブン使いたいって言ったので、この度お迎えして、古い電子レンジは、夫のね従業員さんは引っ越しするので欲しいと言ってたので譲ることにしました。このねライトもまたおしゃれですよね。ちょっと夜じゃないから分かりにくいかな。はい、こんな感じで今回は商品の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。